週刊居酒屋ジーマーなんだこれ自分で作っといてですね、はい、まず新年皆様、はい、2023年おめでとうございます。明けましておめでとうございますで今、はい、ちょっとだけオープニング変わったんですちょっとだけうん、ちょっとだけだけど結構インパクトありましたね。週刊居酒屋の次のジンマーっていうのを杉山さんに作っていただきまして、はい、新ロゴという形で新年はこちらを、ね、新しいことにチャレンジしようとそうですね、はい、そこだけ変わったって本当はオープニング全部変える予定だったんですよ、はい、でじゃあ自己紹介いきましょうか。そうですね、はい、週刊居酒屋ジンマー始まりました。 MC で作曲家のジンマーエズルです。はい、同じく作曲家の杉山圭一でございます。という感じでですね、はい、新年一発目1月2日ということで、はい、今日最初ね、で2023年放送スタートしましてですね、うん、最初のゲストがどうしましょうということで、はい、まあ、じゃあご紹介させていただきましょう、はいはい、ストーリーテリングスです。正しいです。はい、はい、のお二人に来ていただいてますというか、はい、いるまずジンマさんと、はい、お邪魔してます。クイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね。いつもとちょっと流れがね、違うんで、あれですが、うん、はい、ということで、はい、今日は質問する側ということで、そうなんです。ストーリーテリングスに。今日に限っては、ジンマエズルは MC ではなくて、はい、ストーリーテリングスというゲストの、聞かれる側ですからね、ゲストなので、はい、まあ、杉山さんがどんな素晴らしい MC ぶりを見せてくれるのか、もう楽しみで楽しみですよ。ねほり、ねほり、ねほり、聞きますよ。あんなことやら。こんなことまで。ということで、でも、本当にゲストとしてはね、はい、うん、初めてっていう形なので、うんうんうん、改めまして、はい、まず2人で音楽やってるっていうことで、はい、パート、はい、はどうな、あ、なるほど、なるほど、はい、いいです。なんかゲストって感じしますねいやね、一応ね説明しないとですよ、やっぱりそこは。じゃあまずジンマからね、はい、ストーリーテリングスの、作曲、主に作曲、はい、あとピアノですね、ピアノとはそのアレンジや、まあ、プロデュース周りみたいなものも担当させてもらってます、ジンマエズルです、はい、でクイさん、はい、私クイはボーカルを務めております、うんうん、はい、ということで、はい、なんだろう、こう関係性は昔からだと思うんですけど、はい、うんうん、結成のいきさつとかちょっとお伺いしてもいいですか。うんうんうん、結成がですね、最初共通の知人がいまして、うん、その知人の方にちょっと歌のすごい上手いボーカルの子いるから、うん、ちょっと、紹介したいみたいなお話いただきまして、でその時にその歌ってるデモみたいなものもいただいて、うんうん、すごいいい歌声だな と、うん、でそうしてから、ちょっと時間が空いたのかな。そうですね、でたまたまボーカルの案件のお仕事が来たので、うん、ちょっと歌ってくれないかみたいな感じで歌ってもらったら、すごく評判が良いというか、すごい、僕もすごいいい感じだなと思ったんですね、はいはい、でそこから何回か、ね、歌のお仕事をお願いした後に、うん、ちょっと大きいお仕事があったんです。これちょっと言えない案件なんですけれども、まあ、ありますよね、ちゃんと言うからですけど、ね、うん、でその時にがっつりちゃんとお予算ももらって、うん、でジンマエズルがもう作詞作曲アレンジで、うん、クイがボーカルっていう形で選ばれまして、うん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 、でそれを完成させた時に、あ、なるほどと、ジンマユズルががっつりちゃんと作った曲にクイのボーカルが乗るとこういうサウンドになるんだって、うん、いわゆるストーリーテリングスのイメージがそこで見えたんですね。はあ、はあはあはあ、それで、あ、一緒になんか組みたいなって、そこからもうすごく強く思うようになりまして、うんうん、で12月23日というクリスマスイブの前日というちょっと微妙な日付に呼び出してそれが去年の、去年の、去年じゃないです、2021年、おととしか2021年なんですね。でじゃあ仕事はもうちょっと前からやってたそうですね。知り合いね、知り合ったのはその1年ぐらい前からはもうね、そうなんね、2020年ぐらいにはもう知り合ってはいたっていう状態で、2021年からそのお仕事で急激に関わりをなったって形ですね、はいはいはい、でその12月23日に、もう音楽ユニットやらないみたいな感じの誘いをして、うん、もういいですよみたいな感じで、そこで結成が確定したという2021年の12月23日に、うんうんうん、そこでやりましょうというか、そうかそうか、で年が明けて去年ですね、うん、2022年1月ぐらいから曲デモ作りとか開始して、はい、みたいな感じで写真撮ったりとか、はい、で9月に楽曲発表って形でなりましたね、うん、こういう感じで1年、だから本当に準備も含めて半年以上はしっかりもうやりましたね、うん、もう、うん、とかちょうど1年前っていうと、まあ、ユニット名どうしようみたいな話を、そうですね、ユニット名ストーリーテリングスっていう名前、はいはい、本当考えるの大変ですよね、名前って。ユニット名ね、はい、人によっては、はい、
あいうよ順で、あーが近いから上にトップに並ぶからとか、いろんな付け方をする人がいますよね。なるほど、なるほど。営業的、戦略的にとか言いましたね。あの、被らないようにとか、とかね、探したりとか考えますよね。だから、ストーリーテラーっていう名前が結構、たくさんいるんですよ、世の中に。そういうユニットはもちろん。結構いっぱい、もう世界中にストーリーテラーいっぱいいるんですよ。で、ストーリーテリングスは、まあ、被っちゃうか、そんなの、そう、あんまり被らないので、うん、ああ、よかったって。やっぱり被らないけど、その、一文字、一単語ってすごい被りやすいんですね。あ、そうそう、例えば X ジャパンみたいな感じで単語を組み合わせるとかぶりが減るんですけれども、ね、X はね、もともとアメリカにそういうバンドあったから、はい、うんうんうん、海外進出の時にジャパンつけたっていうのがありましたからね、はい、ミセスグリーンアップルとかさんみたいに、うんうん、ああいうの、そうそうそう、独自の文章にするか、それとも一単語で潔くドーンっていくかって悩んでも、でじゃあそれでいこうと思っても、うん、実際どういう言葉がいいんだって悩んで悩んでね、うん、クイーンもね、いろいろと候補とかいろいろ考えてくれたと思うんだけど、うん、でも決まらないよね。全然決まらない。全然決まらないよね。いや、大変だなと思って。決め手は何だったんですか、ストーリーテリングスは。ああとですね、そのストーリー、このユニットの、もうその方向性として、うん、まあ僕、ジマイズル作曲家として、うん、いわゆる劇版って言われてる、うん、ドラマとか映画とか、はい、そういう物語に映像に音楽をつけるっていう、うん、機会が多いので、そのストーリーテリングスっていう、その陣馬譲のサウンドの強みっていうか経験をすごく生かした、ユニットにしたいと思ったんですね、うんうんうん、時にまるでストーリー劇版かのような ドラマとか映画の音楽で流れるかのような、うんうん、まあ、その世界観のようなものをユニット名でも表したいなと思った時に、はいはいはい、ストーリーとかそっち系の言葉を入れたかったんですよ、うん、とっても。でストーリーテラーとかいろいろ考えてながら、ストーリーテリングス、ストーリーテリングが一応正式な単語だと思うんですけど、それを複数形にして2人だからということで、ストーリーテリングスって、あ、なんかハマったぞ、ハマったぞ、来たって、なんか来たと切ってなんか、うんうん、あ、来たってなるんですよ。これ絶対来たと思うだろうと思って、うんうんうん、クイに提案して、はい、でここでなんか嫌ですって言われたらどうしようかな。でもね、クイもすんなりとね、いいと思います。お前にしたらよく考えたな。そうそうそう。っていうので、で曲ももちろん、はい、あ、だから、うん、今日の放送からですか、あ、そうなんですよ、そう、かかってた曲が、そう、ストーリーテリングスの最初に、オープニングで君の歌というですね、うん、曲がかかります。そしてエンディングテーマがですね、これからかかる、さようならを、あの、今年2023年から、はい、もうこの2曲が必ずかかるって形になっていきますので、はい、そうですよね。そこも変わりましたので、ね、はい、ちょっとお伝え忘れてましたけど、はい、そう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 、いや、そんな感じで1年間な準備して準備して、うん、やっぱりもうかかりましたね。あの2000、その最初の前半部分がクイがちょっと喉の調子が悪いっていう時期がありまして、でそれはもう焦っても仕方ないよってことで、ボーカルさんってやっぱり喉って本当にもう日々調子が変わるものなんで、で最初の一発目で焦って、なんかそのストレスとかになっちゃっても良くないなと思ったんで、もうゆっくりと、あと病院もいろいろ行ってもらって、一番心配したのがポリープを一番心配したので、ボーカルさんとかナレーターさんとか声優さんってそういう職業病としてなりやすいので、じゃあそこを一応そこだけ本当に調べてて、生態を見て、カメラ入れたの？カメラは入れてないです。入れてないんだ。でも分かるんだ。で、まあ、ハウスダストっていう原因が、まあ、アレルギーのあったので、その治療をしたら、うん、まあ、まあ、劇的に良くなった。部屋掃除してって今言いそうになったけど。そうじゃねえよ。そういうことじゃねえよっていう。はいはい、あの換気をしたりとかね。そうですね。そうじゃない。してるだろっていう風だからって、そんなものはっていう。はい。部屋が汚いというわけじゃないです。ないです。あの、名誉のために言っておきますけど、そういうことではないです。そういうことではないとね。そうそう。アレルギーですからね。アレルギーです。いや、自分もハウスダストアレルギーなんですよ。よくわかります。なんか杉山さんなんか髪の毛に花粉がつく。うるさいよ。いや、でも、本当にね、頭皮とか痒くなるんですよ。花粉症とか、やっぱり。あの、顔自体がセンサーじゃないですか。だから、顔も赤くなるし、あの、酔っ払ってもいないのに、くしゃみももちろん出るし、頭皮がすごい痒くなるんですよ、やっぱり。うん、あ、やっぱり大変ですよね。大変ですよ、アレルギー。花粉とか僕、あんまりない。ただ、アレルギー体質ではあるので、僕もハウスダースト系でくしゃみとか相当出たりするタイプなんですけど。だから逆にね、商売道具じゃないですか、喉なんかね。だから大変だなってのはね。そう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 。顔なんか商売道具じゃないですからね。いや、もう商売じゃいいっつもう商売道具していきましょうし。いやいやいや。まあ、置いときましたね。置いときました。で、あの、曲、まあ、2曲リリースされまして、結構、
評判よ、反応が良かったんですよね。そうですね、最初 YouTube にリリックビデオっていう形で、リリックビデオっていうのは歌詞、イラストと、まあ歌詞を中心にした、歌詞を流していく形の形式を、リリックビデオっていうんですけど、それとあとはストリーミング配信サイトって、Apple Music とか Spotify とかそういった場所の、その中に YouTube Music っていう、はい、YouTube さんの音楽専用の配信サービスがあって、そこも自動的にあの登録してくれるんですけど、ここ最近一曲一曲出されるようになりましたよね。そうそう、あれも便利だなと思って、そうそう、で公開したところ、その YouTube Music さんが何かそのおすすめかなんかに出していただいたのかで、回り始めたんですよ。再生数が最初の1週間で1万再生ぐらいだったかな、で2週間目で2万再生いって、そしたらもう5万再生、10万再生、16万再生とか年末には行ってまして、この放送がされてる時は17万再生か8万再生に近いくらいは回ってんのかなと思いまして、ちょっとそれびっくりしましたね。でそれ以外にはあの iTunes ストアーズのマレーシア、マレーシア、マレーシアチャートになぜかランクインしたっていう連絡が来まして、マレーシアチャートの J-POP ランキング最高2位、あとはマレーシアの総合ランキングで60位になったんです。すごい、すごいですね。もうどうすごいのかもう分かんないような、うん、最近あのね、はい、J-POP とか、はい、シティ・ポップとか海外ですごい、はい、あの評価されて、それの DJ いるくらいだったりするので、そうそうそう、すごいですよね、東南アジアと か、 かその時のランキングの J-POP ランキングの2位がストーリーテリングスで、1位が確か藤井風さんだったと、すごい、で3位がアドさんとか、確かそういうメンツが揃ってたと、おおすごいと思って、それをスクリーンショット撮るの忘れたんですよ、そのメンツを。まあ撮っときゃよかったって、いつでも来ますよ、いつでも来ますよ。あれはちょっとびっくりしまして、うん、いやこんなことあるんだなって思いましたね、うんうんうん、だから作品を作って世に出すっていうことが、うん、そういうきっかけになるんだなっていうのは、いや本当に9月に、リリースして3ヶ月でやっぱりその見えるものっていうのは変わったなっていうあったので、うん、去年2022年っていうのはすごく自分の人生の中でも大きい転機になるっていうかね、ね、クイーンにとってはもう完全に始まりだよ ね、 そうですね、もうすべてはね、音楽ユニットってもうなんか僕は質問してる感じになってますけど、クイさん的には音楽ストーリーテリングスってもう始めてこの3、4ヶ月ですね、どういう感覚でいるっていうか、まだよくわからない感じが続いてるのかなと思うんだけども、その誘いをしていただいた時がちょうど、まあなんか将来どうしようかなみたいな、悩んでる時期でもあったので、もうなんかすごいありがたいきっかけというか、をいただいたなっていう感じで、もうそっからはもうなんていうんですか、もうこれしかないじゃないけど、もうそれにかけてるぐらいの感じで生活はしてますね。なるほどなるほど、とっても嬉しいですね。レコーディングは期間としては、去年、今年、あ、去年か、この放送がもう1月なので、去年の、どのぐらいの期間やってたものですか。まず2曲作ったんですけど、1曲目っていうのがもともと昔から2007年2008年、僕は25、6歳ぐらいの時に、デモを作った曲なんですね。そうなんですね。さようならって曲なんですけど、当時飼ってた犬が亡くなった時にその思いをなんとなくスケッチで書いて、でずっとパソコンの中にデータが眠ってたんですね、で1曲目どうしようって考えた時に大事だなって、最初ストーリーテリングスのカラーを決定づける重要な曲だなと思ったんで、でさようならをパッと思い浮かんですね、クイの歌声をシミュレーションしてると合うんじゃないかって、まさにクイが歌うためにもう残ってた曲なんじゃないかと思って、デモをまずちょっと一回仮歌取ろうってことで取ったら、あ、これはいけると思ったんですね、じゃあこれを第一弾して、じゃあそれをもとにアンサーソングを作ろうってことで、新しく君の歌っていうのを、ただ陣前鶴のその感性が新旧、あの、なんだろう、新しいものは君の歌で、昔の陣前鶴がさようならって感じで、全然それ感じなかったというか、全然感じさせなかったですね、そんなことがあった。そうなんですよ、でもうデモはかなり何回も撮ったもんね。撮りました、1回ぐらい撮ったんじゃないかな。かなり撮ってますね、だからこんなこと普通お仕事の制作で やらないじゃないですか、何回も歌を撮るなんてことはなくて、でも徹底的に撮ってアレンジも変えたり、歌詞でうちらユニットだからも途中で歌詞変えたりとかもね、歌詞いっぱい変更しましたとか、ね、本格的なこうやって1曲を作り上げる体験っていうのは悔いは初めてじゃない。そうです ね、レコーディングとかミックスとかさ、全部初めての体験で、撮って、まあ、何段階目かとかあるんだ、はい、途中でそれ聞いて、やっぱこここうしよう、ここもうちょっとこうできるんじゃないかってなって、
なるほどなるほど。それができるのがアーティスト活動でいいなと思いましたね。まあ、そうですね。普段仕事でやってると、うん、もう大体もう 2,3 週間ぐらいで作りってもう、うんうんうん、納品しなくちゃいけないじゃないですか。ああま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 あ、ね、そういうものがないので、なのでそのまず詰めるだけ詰めれるっていうのは、お仕事の感覚をまず一回外そうと思ったのが一番強くて、どうしてもこの日に公開したいって決めちゃうと締め切りに追われてるような感じになっちゃうんですね。でも、ね、自分がちょっとでもここ納得いかないなと思ったら、はい、もう締め切りを伸ばしたいって考え方に変わったんですよ。締め切りなんていいからって時に、あの X ジャパンの吉木さんの気持ちがなんとなくそう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 、ああいう別にね、あの出すなんでタイミングなわけで、そうそうそういつまでやってもいいわけですよ。大事なことっていうのはアーティスト本人が納得できたものを出す、うん、出すっていうかどうか、納得できるタイミングでちゃんと出せるかって、ね、そう、うん、そこだと思って、だからもう君の歌の歌詞はね、うん、クイーンには言ってないけど、あれ結構言ってないことを今ここで言ってどうぞうなされながら、あれ1ヶ月ぐらい、うん、特にさ、もう朝から晩まで考えるわけですよ、作詞。僕普段仕事の作詞だったら僕4時間ぐらいで書いちゃうんですけど、まあまあまあその時点で、ね、そうそうそう、あ、80% はできたりするものができますからね。あのアーティストに関してはやっぱり全部書き直したりとか、あのサビはねかなり早く書き上げたんだけど、サビの後の盛り上がって盛り上ってるためのその前がとかが相当悩んで書きって、書き換えた後にこのかこういう歌詞を載せるんだったらこのメロディーじゃないって言ってメロディーを書き換えたりみたいな、それかなり繰り返しましたね。知られざる、そうそうそう、距離の歌は結構ちょっとあのかなり不安定になりながらも、本当2週間ぐらいは結構ねうーっていう状態になってたりとかしてたんですよ。海の苦しみが ありましたね、君の歌は。でもこれが完成したらすごい曲になるっていう自信もあったんですよ。これはすごい曲今着手してしまってるみたいな感じなので、だから絶対に なんだろう、この君の歌とさようならができた時って言ったら、誤解を恐れず言うと、あ、もうなんか死んでもいいやと思ったんですね。まあまあまあ、例えばね。だから自分の中である一つマスターピースというか、はいはい、傑作の一つができたから心残りはとりあえず一旦ない。まずこれもうやれることはやったと。そうそうで、はいはいはい、そして、その2曲公開しましたけど、その後にもうスケッチとか他の曲っても進んでるわけですよ、で他の曲のスケッチを作ってて、またいやまた自分的にはいいスケッチができたので、あ、まだ死ぬのは早いと。まずこの曲たちもクイの歌声で完成させなくちゃっていう。そうですね。まだその時点でまだ演奏とかレコーディングまで進んでないですからね。そうとしては。そうそうそう。それはすごいんですね。うん、だから、うん、それでその終わった後に、うん、まあ、次の曲作るかもしれないけど、うん、まあレコーディングを人集めてというか。そうですね。今回はバイオリン、フルート、アコースティックギター、エレキギター、ベース、あとなんだ、ホルンか。ホルンをもう、あとトランペット。もう、生楽器でレコーディングしましたので、いやかなり、すごい生楽器結構ふんだんにダビングしっかりしてますね。そうなんですよ。あの、そうかそうかそうか。いや、すごい豪華だなと思って、なぜ豪華にしたかっていうのが理由があって、ストーリーテリングスってその変なんだろう、一番ライブをもしした場合にどういう光景が広がってるんだろうってステージの上にで、それを想像して作ったんですよ。その時にはオーケストラ隊がいて、で、まあ、真ん中にクイがいてっていう少し大きめのステージでもう編成大きめな演奏してるみたいなビジョンを最初に描いてホールクラスでね。そうそう、だからこの曲を聴いて好きになってくださったファンの方たちが、あ、これを全部生でステージで大きいステージで聴いてみたいって思わせる、そのぐらいのスケールそうものを最初に提示しようと思ったんですよ。だからわざと普通だったら、ね、パソコンとかで入れちゃうようなものも全部もうバイオリンとかそういうの生でやったら、そういう理由で、はいはいはい、想像してほしいっていうのがあったんですね、イメージしてほしいって、でそれを僕とかクイとかそのストーリーテリングスとしても目標に、イメージとしてやっていきたいなっていうことで、最初は必ずその大きい編成にしようって、僕はもう決めてたんですよ。なるほどなるほど、そういうのだったんですね、はい、いやすごい壮大だなと思ってて、そう今年もう2023年に入っちゃうわけですけど、はいはい、なんか動きというか、 なんか展望とかっていうのそれも含めてなんかライブとかなんかいろいろあったりするんですか、レコーディングとか。まずあの新曲の、レコーディングが昨年末にボーカルレコーディングがもう終了してて、あと今年で1月からは楽器のレコーディングとかを順次やっていく形で、今新曲が進んでますね、完全に。進んでるんですね。で新曲自体がもう実は
去年の段階で結構並行してデモは4、5曲ね、4、5曲はもう進んでる状態で、でなるべくそのリリースの間隔を早めていきたいなっていうのがあるんですね。たくさんの方に聞いていただきたいなっていうのが、定期的にコンスタントにね。そうですね。あとは直近の近い目標としては、YouTube チャンネル、ストーリーテリングスの YouTube チャンネルのチャンネル収益化基準を突破したいなって。収益化基準っていうのがチャンネル登録者数、登録者数が1000人以上と直近1年間の動画の合計視聴時間が、4000時間か、視聴時間なの、そう視聴時間です、直近1年なんです、1年かかるので、なので新曲のまたリリックビデオとか MV とかって形を投稿して、でそれで再生いただいて、あとはチャンネル登録者数も今500人近くいるのかな、400、もうちょいですね、全然。なのでそれをまず近い目標としてやっていきたいなと。いいですね。でとにかくストーリーテリングスは多くの方に聞いていただきたいと思ってるので、もう今日も無料で楽曲を聴ける状態にしてるんですね。YouTube のリリックビデオとか、もう無料ですし、あと、YouTube ミュージックも無料で聴けたりするので、とにかくたくさんの方に聞いていただいて、そして応援したい、好きだって言ってもらえる、いわゆるファンの方たちを増やしたいなって形なんですよね。いいですね。いつかはYouTube の銀の盾をこう。はい、そう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 。いいですね、欲しいですね、でも、あれ欲しいですよね、はい、そうそうそう、あれをねバーってぶん投げると、はい、ぶん投げる、そうそう、いきなり炎上狙いで、ね、やめてくれ、そっち系のYouTuberとか、いやでも収益化はね、はい、いいですよね、うん、そういうのを目指すのは、うん、いやなんか最初その僕たちって別に知名度ない状態からスタートして、別にどっかに大きな場所に所属するような、まあ、もうそういう資本もない状態でやってるので、でもそういう人たちでもそうやって一個ずつ積み上げると、一つの形というか、夢を何度にする、なんか夢があるみたいなことを、一つ示せるというかね、悠々戦闘コーナーになりますね、あっという間にこの時間です。はい、というわけで、ということで悠々戦闘コーナーになりますかね、次はゆすめちょこちゃんの、今年もちょこちゃんがなんか去年もすごい頑張ってたんですけど、今年もいろいろ頑張ってくれるんじゃないかなと思っております。ゆすめちょこの悠々戦闘紹介コーナー、はい、今年も2023年始まりました、悠々戦闘紹介コーナーの時間です。ちょこちゃんこんばんは。こんばんは。それでですね、今年からですね、悠々戦闘紹介コーナーの BGM がちょこちゃんが歌いますゴーセントになりました。こちら今流れておりますね、というわけで今年2023年もですね、ちょこちゃんぜひどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2023年のね、このね最初の悠々戦闘紹介コーナーということでですね、まあちょこちゃんの今年の何かその戦闘的な、戦闘じゃなくてもいいんですけども、抱負的なことを語っていただけたらいいと思う、ね、いいなと思うんですけれども、今年も銭湯はバリバリ入っていきたいみたいな、なんかこういう銭湯とかサウナ探してるみたいな、そういうのあるんですかね。あ、特に何も考えてない。悩んじゃう。悩んじゃう。いや、めちゃくちゃ行くのは絶対そうなんですよ、めちゃくちゃ行きたいっていうのと、何ですかね、最近ちょっとウィスキングとかを受けたんですけど、そういうサウナの、何それ、何それ、サウナ室でマッサージするみたいな、はあはあはあ、そういうヒーリング、あ、そういうのがあるのね、あるんですけど、ああいうなんかサウナもそうだし、サウナのサブのそういうリラクゼーションみたいなのもいろいろ調べて体験してって発信できたらなとは思ってます。はあはあはあ、なるほどね。あの熱波師っていうのも続けていくのかな、はい、熱波師もそうですね、イベントで呼んでいただいたらやっていこうと思います。熱波師も何か熟練してどん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 その、なんかクオリティが上がるみたいな、そういうのあるのかな、もう分かんないですから。ありますよ。あ、そうなんだ。はい、あります。はい。なんか、なんていうんですかね、普通に正面からタオルを仰ぐタイプの熱波道って言われる、熱波っていうのがあるんですけど。熱波道があるのね。熱波道、熱波ってあるんですけど、普通の。っていう正面から仰ぐタイプと、あとアウフグースって言って、アロマとか、まあなんか使ったりだとか、タオルを回すみたいな、演舞みたいなことをするアウフグースって言うんですけど、演舞的なものもある、まあ、そうなんですよ、タオルを回したり、パフォーマンスみたいなのもあるんですね。そう、パフォーマンスみたいなのがあって、それもちゃんと自分のパフォーマンスをちょっと確立したいなと思ってます。あ、なるほど。ゆしまチョコオリジナルの熱波演舞っていうのは、なんていうの、熱波、そういう型みたいなものがあるんだね。ほう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 。あります。で、熱波師のね、コンテストみたいなものもね、あるって言ってたもんね。
はい、うん、なんかやってましたね、うん、全国ね。そういうのには世界規模で出場したりとかっていうのは考えてないの？なんかノリで出場したいみたいなこと言ったんですけど、別になんかそこまでその、わかんないあんまり出たいっていうのは今のところなくて、ね、いろんなことにチャレンジしていくっていいかもしれません、はい、では2023年今年の抱負を最後にチョコちゃんに語ってもらいます。どうぞ。はい、今年もたくさん銭湯入っていこうと思います、うん、銭湯、サウナ、いろんなサブのことも含めていろんな発信します。はい、居酒屋チーム。はい、はい、というわけで本日は、うん、あの打って変わっていつもとは立場が、うん、ストーリーテリングさんに来ていただきましたというテーマで、最後じゃあクイさんにちょっといろいろ、そうですね、クイさんの声をいっぱい聞かせていただきたいなと、はい、どうぞ。そうですね、今年いろいろ新曲だったり、うん、いろんな挑戦をしていきたいと思ってるので、うん、はい、またラジオにも呼んでいただけたら、はい、嬉しいです、はいはいはい、出ましょう。ということで、はいはい、じゃあ今年初の締めを、そうですね、締めはせーのと言ったらお仕事くださいで終わります、はい、お仕事ください、はい、いきますよ、もういっぱいお仕事もらえますね、はいはい、せーの、お仕事ください。バイバイ。